どうも皆さん、はじめまして、エポエポです。どうもどうも、今回初めて、動画をアップさせていただいたので、間違いなく皆様はじめましてでございます。実は自分ですね、プレステ3を数日前に買いまして、この今この出ているソフトラストオブアースなんですけども、こちらも数日前に届きまして、動画アップに向けて、サポートさんにまずお手伝いいただいて、今日この日を迎えることができました。はい、なのでちょっとおかしなテンションになってますけども、なので初プレステ3、初動画アップの記念すべき、自分にとっては第1回目となっております。何も初めてなので、次があるかどうか、全く分かってないです。今回この撮ってるのもちゃんと撮れてるのか分かりませんし、ちゃんと撮れてるかどうかを確認してと、やっていけたらと思います。もうとにかく本当ど素人なので、自分のペースで、楽しくやっていきますの で、あとこの、ラストオブアースなんですけども、セロ Z となってますので、怖いのが苦手な方にはおすすめしません。正直自分もホラーは好きなんですけども、見るのとやるのとでは大違いが分かってますので、苦手な方なんですけども、やりたいゲームでした。あとこの、新しいソフトなので、ゲームの内容が知りたくて見ていただく方ですとか、あと、ゲーム実況が見たくてという方には正直このエポエポの動画というのはおすすめしませんね。なのでバックしていただいて別の方見た方が絶対いいと思います。はい、本当に分かってませんから、ボタンの位置とか分かってませんから。今画面の方に、初級中級上級、ここは迷わず初級でございます。こんなね、ど素人な自分がラストオブアスをちゃんとクリアできるのかどうか、期待せずに見てください。最初はね、ムービーでしょうね。頼む、聞いてくれ。あいつは上司だぞ。だから今クビになったら困るんだよ。分かってる。明日の朝話そうな。明日の朝だ。じゃあな。はい。仕事どうだった？なんでまだ起きてるんだ。しまった、何時？とっくに寝る時間だろう。まだ今日でしょ。ああ疲れてるんだ。口答えはやめてくれ。はい。なんだ？誕生日でしょ。時計が壊れたって言ってたよね。だから考えたんだ。気に入った？サラ、これすごくいいけど動いてないぞ。ほら。え、嘘嘘嘘。もうバーカ。お金はどうしたんだ？ドラッグ売りさばいて儲けたの。そうか、じゃあローンも手伝ってもらおう。はいはい。プレステ3は皆さん絵が綺麗っていう風に聞いてたんですけども、本当にあれですね、リアルで映画見てるような感じですね。見ちゃいますね。ていうかこの女の子は、パッケージの子じゃないですよね。父と娘の設定ではなかったはずなので。おやすみ、愛してるよ。
しもし。サラ頼む。パパをすぐ呼んできてくれ。トミおじさん、今何時？早くパパと代わってくれ。何か。トミおじさん、もしもし。何だったの？お動くあれ、パパの方を動かすんだとばっかり思っていたので、女の子始まりですかこれサラちゃん始まりっていうか、まずちょっと動きをねこのあれなんですね、十字ではなくてグリグリなんですね。グリグリを左に、あと左に行くけどカニ歩きみたいな、これ難しいですよね素人には。右のグリグリで向きたい方向いて、左のグリグリでまっすぐやるとそっちに行ける。なるほどなるほどなるほど、後ろ行く、はい、なるほどなるほど。で多分この光ってるやつの三角をやると、あーしまった、あげるの忘れてた。入るとバスでカードですね。パパには伝わってるよっていうね。右に左と、で電話光ってると。通じない。うん、だよね。左、違う、右やって左、ちょっとこのレベルですわかな？パパ？うん、パパを探しに。外は見れるのかな？うまく見れない。見れない。で、ここの部屋に入ると。うん、バスルームですね。パパはいない。新聞、あは、あは、なるほど。左の右、違う、右の左か。あ、ちょっと、あ、難しい。パパ！ここ走れないですかね。走れないですかね。いろいろ今ボタンを押してるんですけど、走れない感じですね。ここなの？全国に広がっている病原菌の感染に関係しているようです。どこにいるのよ。最新の報告によりますと、感染した患者は攻撃性が極端に増すという症状を。全員退避しろ。ガスバルだ。急げ。ただいま後ろで何か動きがあった。パニックですね。近くだ。おお。あ、L さんって何?L さんってどれ?L はね、2までしかないよ。ああ、分かった。何これ？グリグリを押すのがエルサなんですね。はあはあはあ。パパ！なんか、この振動、コントローラーの振動もやめてほしい。ビビるわ。パパはいない。いない。パパ！階段を降りる。何が起きてるの？うん、この街がパニック、パニックですよ。ほらポチ、静かにしなさい。パパの電話。はい、エルさん、はい、はい、着信が8回。一体どこにいるんだ。電話をくれ、
すぐに行く。ってことで、まあ行っちゃったんでしょうね、パパは。違った。またこれ光ってますね。あ、また朝に、まあ、戻ると。どこにいるの？朝にならないと戻らないぞと。もう違う、もう難しい。でも酔っちゃいますよね、見てる人これ。パパ。サラ、大丈夫か？うん。パパは大丈夫。誰かここに来たか？うん、誰も来てないよ。ドアの近くに行くな、おい。下がってるんだ。さあ、怖がらせないでよ。下がる。どうしたの？市民の一家。様子がおかしい。病気みたいだ。病気って？くそ。ジミー、パパ、サラ、来い。大丈夫。ジミー、警告だぞ。やめろ。行くぞ、こっちだ。で、撃ったの？サラ、今朝会ったのに。聞いてくれ、何か良くないことが起きてる。脱出しないといけない。言ってることが分かるか？うん。さあ、勝手に動いてくれてます。何が起きてるか分かるか？ちょっと待ってな。なんだおい、血だらけじゃないか。俺じゃない、出発しよう。町の奴らの半分が理性を失ったそうだ。そうさせてくれ。寄生虫か何からしい。何があったんだ、あの手だ。おい、サラ、大丈夫かい？大丈夫。ラジオ聞いてもいい？じゃないよね。ああ、もちろん。こんな状況じゃないもん。携帯もダメ、ラジオもダメ。ひどい状況だ。さっきニュースが流れてた。なんて言ってた？兵士たちがハイウェイを封鎖しているそうだ。トラビス軍には入れない。ここを脱出しないと。71号、そうだ。何人死んでるの？たくさんだよ。家の中でズタズタにされてた人だって。ああ、悪い。たく、なんでこんなことが。単なる噂だ。だが市街地だけじゃない。最初は南部ってことだった。車の振動と、それが東海岸と西海岸。コントローラーの振動だもんね。おい、あれは。止めるにはどうしたらいいの？やつは大丈夫さ。私たちも病気？いや、病気じゃない。本当に？町の方で発生したらしい。本当だ。市民も町にいたの？ああ、そうだ。俺たちは大丈夫だ。うん。おい、人がいる。何をするつもりだ？無視しろ。子供もいるぞ。こっちもだ。でも乗れるよ。おい、走るんだ。助けてくれ。止まって。お前は知らないんだ。助けは来るさ。乗せられたのに。あ、視点変えられるんだ、これ。大変失礼しました。みんな同じことを考えてやがる。戻ってから。おい、なんだお前、行けよ。なんだ、トミー。あれは何なんだよ。見たか？いや、見たよ。なんてこった。バカれ、なんだ。じゃあみんな動けよ。何から逃げてるの？ここを抜けるの。やってるさ。うわ。ここで止まるな、ソミー。ここは抜けられないって、兄貴。じゃあバックしろ。後ろから来てる。その隙間だ。捕まれ。逃げ。